ハロー、スラマシアン、こんにちは。仮にブラジルバハサジュパン、ハリハズシ、これですね。イニ、ナマニア、ハリハズシ、ワクトゥムマンチン、ムマカイ、アラットイニア、カロー、イカニア、カダンカダン、ミヌム、ジャムルヤ、ジャムルブギニ、ダン、ダラムル、アダ、ジャルム、ジャディ、スサヤ、スサディ、アンビル、ジャルムニア、カローブギトゥムマカイハリハズシブギニア、はい、カロージャルミニ、はい、こうですね。チョバムマカイ、はい、イニセティアダンアダライニアタリックヤタリック、はい、ブギニーダンディダラムニアダイカニア、ジャルム、ジャディ、スズキ、プッシュや、プッシュ、ジャディ、ジャルムニア、ルパス、ダン、ビサ、アンビリア、はい、ブギニ、ムマカイア、はい、カロイアン、イカニア、ムルトクチル、ハルス、ムマカイニ、ルビバイキア、カロタンガン、シダビサマッソ、ムル、イカニア、ブギトゥ、はい、ダン、ダイソイニチュマスラトシエントコニアスラトシエンヤイニムラスカリジャディサトゥプニャオケヤカローオランニャスカムマンチンハルスダバツサトゥヤ、はいはい、ハリハズシなんですけれども、今回ですね、ダイソーでこれ100円ですね、すごく安いですね、100円で購入しました。で、こういうふうにですね、魚が針をですね、飲み込んでしまいます。そうするとですね、針がですね、こう中に入ってしまって、手でですね、取れないという感じになりますね。そういう時にこの道具を使います。はい。まず口の中にですね、魚の口の中にこう、この針の引っかかっている部分に合わせて、先端のこの割れ目のところですね、こう入れます。で、ラインの方をですね、これラインですね、ラインの方を引っ張ります。で、テンションをかけておいて、このようにしておきますね。で、あとはですね、ちょっと軽くクッと押してやるとですね、ここ外れますので、で取るという感じに使います。はい。あとはですね、下にバケツ用意しておいて、こういう状態ですね。魚がこういて、こういう状態にしておいて、クッと押すとですね、外れますので、そのまま魚が、下の水のバケツに落ちていくという感じで使えますので、その使い方がですね、一番いいかなと思います。はい。ですので、下にバケツ、水入れたバケツ用意しておいて、外すという感じだとですね、魚の負担もないので、もしですね、うまく外れれば、ちっちゃい魚とかなんかはですね、リリースもできますので、針外しですね、魚釣りする方はですね、一つ用意しておくといいと思います。特にですね、カレー釣り、カレーなんか釣る人はですね、結構飲み込んでてですね、針外れないっていうこともありますので、そのようにですね、この道具一つ用意しておくといいと思います。これ、ダイソーで100円なんですけども、安いものだと300円とか200円とか、高いものだと1000円以上のものとかですね、1500円、2000円ぐらいまでありますかね。普通、普段お店で売ってるようなやつだとですね。まあ、その辺をですね、自分の使いたいやつを探して用意しておくといいかなと思います。